世界でもトップクラスの技術とサービスを誇る日本の美容師たち。美のミシュランと称される神カリスマヘアサロンガイドには、その中でも特に高度な技術を持つ美容師や美容室が掲載されています。時代の最先端を行く彼らたち、その追い求めるスタイルを紐解きます。表参道にあるヘアサロン、カシュカシュ。代表の前田渉さんは、普通の女の子をアイドルに変える渉るマジックで、SNS でも大人気のトップスタイリストです。自分の何かこう売りというか、ハッシュタグこう決めると、お客さんもこう覚えてもらいやすいかなっていうので、渉るマジックにして、まあ、最初結構やっぱ恥ずかしかったんですけど、定着するまでは。でやっぱりなんかそれがこうだんだんとこう浸透していって、覚えてもらいやすいきっかけになったのかなと思うんですけど。そんな神カリスマが追い求めるスタイルとは。皆さん言ってもらえるのが、なんかこうやってもらったことによって心も綺麗に、なんか可愛くなった気がする、自信が持てた気がするっていうので、髪の毛を通してどんどん明るくしてってあげられるところが僕のその魔法のポイントなのかなと思うんですけど。鏡で最後は絶対見せるじゃないですか。その時のお客さんの表情って多分 100% 素が出る時だと思うんですね。鏡見せてニコってしてくれた時が一番やりがいを感じてますね、はい。そんな前田さんが最も得意とするのが前髪と顔周りのカット。カット早い方なんですけど、前髪顔周りに関しては結構時間かけますね。本当1ミリで表情が変わるので。 SNS でも人気のシースルーパッツンとこだわりの遅れ毛で女の子を可愛く変身させます。前髪の横、もみ上げ、こめかみのところ3箇所、これは渉るマジック流ですね。まあ、なんかこう女の子とかって顔が全開になるとちょっと心理的に恥ずかしいみたいな思う方が多いので、ちょっと気持ち的に安定するのもあるのかなっていう。ここまで丁寧にこの遅れ毛を作ってくださる美容師さんってなかなかいらっしゃらないので、可愛く小顔にしていただいて、はい、嬉しいです。そして彼が神カリスマを目指す若い美容師に思うことは、美容師をやる子ってやっぱ美容師が好きでなってると思うんですね。そこで多分1年2年やってると好きなジャンルが できてくると思うので、そこをもう突き詰めていくと結果っておのずとついてくるんじゃないのかなって僕は思うんですけど、いい意味で頑張っちゃダメだと思うんですよね。なんか好きすぎるからもう勝手にやれる何か、それをもう突き詰めるっていうのが大事だと思いますね、はい。美しさと感動を与える神カリスマたち、今日も人々に笑顔を届けます。